さあちょっとあの間が空いたんですけれどもね、マウンドの鶴をはじめ集中していかないといけないですね。そうですね、あのきっちり切り替えて強い当たり、ファースト弾いて藤井俊作一塁アウト。今度は藤井が納得しません。ファースト新井を強襲しました、強い当たり、そして跳ね返ったボールをなんとか一塁でアウトにしたというところですが、駆け込んだ藤井の方が今度は納得していません。これは強い当たり、新井を強襲して、そして一塁ベースカバーの鶴へ、あーこれは微妙なタイミングですが、今度は一塁塁審ナコアウト。まあ、このアウトセーフはもうどうしようもないですね。そうですね、微妙なところですけどね、